一昨年ぐらいの年末なんですけど、はい、あのマンションに住んでまして、でそのマンションが変っていうかね、まあ車ですよね、で駐車場があるじゃないですか、で車にリモコン入れてて、こうついたらこうビーッと開いて、はい、で中入って、はい、でまあ勝手に閉まる、はい、でおかしいのが、普通そのマンションってシャッターの横に中からもシャッター上下できるんですよ。でうちのマンションそれあんねんけども、鍵がかかっててリモコンじゃないともう上下できないんですよ。ほんでまあそれはまあしゃあないかと思ってて、ほんで車降りて、でエレベーターで上上がるんですけど、そのエレベーターの手前にも1個ドアがあって、でそれは部屋の鍵で開けて、で中入らないといけないっていうシステム、なんかこう結構もう防犯したいマンションで、まあまあしゃあないなと思って、はい、で年末ですよ、僕家一人でおって、あ車に忘れ物したと思って、はい、でちょっと取りに行こうと思って、でエレベーター乗ってふーっと降りますよね。でもう薄着ですよ、はい、寒いけど、はい、まあまあ車にちょっと取りに行くぐらいやから、そうですね、でドアガチャッと開けてバタンって閉まった時に、はい、ああ何色持ってきてたの、はい、うん、鍵も置いてきたまま、はい、ってことは、はい、このドアも開かない、はい、シャッターも開かない、はい、車の鍵もないからリモコンも取られへん、はい、なんとかなるか、いやなれへんなれへんあれあれ閉じ込めるもうね、スウェットなんですよ、もう、はい、こんなもう何回ももう洗ったやつやから七分袖のもうこんなスウェットから、はい、めっちゃ寒いですよ、はい、あれどうしたらいいねん、ほんまパニックですよ。ほんでそんな大きいマンションでもないから人の出入りもあんまりないで、夜ももう12時ぐらいなんで、うわどうしようと思って、もうとにかくなんとかせな俺このまま凍え死ぬから、ほんでこのいろいろ悩んで、このドアをなんかガラスの合成樹脂みたいなガラスなんですよ、これをもうぶち破るしかないと、そうですね、うん、はい、で消火器があったから、はい、この消火器で車の窓ガラスを割ってリモコン取るか、はい、このドアを割るしかない、はい、車のドアはやっぱりあのガラスを割りたない、はい、でこの消火器持ってもう割ろうと、はい、もう後で弁償したらええわと思って、はい、持って思いっきりもうブルースウイルス的な感じで、はい、バーンやったらバイーン消火ガラス倍の力で押し返す行けば行くほどね、これはいかんと、でその防犯カメラみたいな宿舎用があるから、はいはいはい、もう必死でこうやってるんですよ全然の音したもない、はいはい、これどうすんねやと、はい、ほいで駐車場の横の壁があるんですけど、はい、この壁にあのホッチキスのでかいみたいなこんなはしごがあもうとにかく外に飛び出るしかないということで、はい、それも結構高いのよ、はい、それをバーッと1個目が高いの、はい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 、ジャンプしてグー上がって、はいはい、上まで上がって、はい、その駐車場のその塀の上に立っただけや、はいはい、何もない何もない俺はやりようがない戻るしかないまた戻ってただ1個目高いからもう止まらさん、はいはい、ガーン飛んだらスタンなって後頭部ガーンってパッて見たら防犯カメラめっちゃあるからまたガー隠れてなんか怖いよ、あかっこ悪いやんからガーンなってあかん思ってもう一回消火器やめたらバイーンって気分もうめっちゃ寒い、はい、めっちゃ寒い、はい、でもどうしようと思って、はい、もうシャッターのとこからずーっと人通んの待って、はい、ほなね15分ぐらいかな、はい、OL さんみたいなのが2人、はい、でも暗いね俺のそのマンションの人、はい、すいませんすいませんえ何何ちょっといいですかちょっといいですかでわー来てはーってそうやねん。そうやねん。どうしたんですか？いや、ちょっと駐車場から出られなくなった。警察呼んでもらえないですか？ほいでその女の子に警察呼んでもらって。ほな警官来て「はいはいどうしたの?」とか言われて「いやすいませんこういうことで」言うたら向こうからなんかトランシーバーみたいなので「どうしたどうした?」みたいなってもう明らかに俺に聞こえるように「芸人さんが閉じ込められてる」
僕が小学校6年ぐらいなんですけど、うん、夏に、うん、あのお父さんが、うん、あの花火大会あるから大輔見に行こうと、ほんで山の上で、うん、あの穴場があるから人全然いいひんとこやから、うん、そこ行ってみよう言ってお父さんと2人で車で出かけたわけですよ、うん、ほんで駐車場入れてそのままちょっとこう山の上まで10分ぐらい歩いて行って、ほんでその場所で花火まあ見てたんですもん、うん、ほんでまあ人もいいひんガラガラもう真っ暗なとこですよ、で綺麗に見えて、で見終わった後にほんな帰ろか言ってこう帰り道こう駐車場まで歩いてたんですよ、うん、ほんならお父さんが大輔あの競争小学校まで駐車場からこっから言うて、でええよ言うて、大輔お前早なったんか言うて、負けへんのちゃう言うて、ほんなら行くでよーいドーン言うて、そのちょっと坂道をずっとうわー走ってたんですよ、うん、お父さんの方がやっぱ早いじゃないですか、うん、でお父さんだいぶ先行って、うん、で僕真っ暗やから怖怖ってお父さん待って言うてガー走ってたんですよ、でうわー走ってたらもうそのままこう駐車場ぐらいまで行って、ほんであの真っ暗なんですけどあの自動販売機の光で、うん、あっこやと、うんうんうん、ほんであもうあかんゴールや思て、ほんでお父さんがよっしゃ勝った言った瞬間にシャーンって言うたんですよ、シャーン言うてうわーって言うてるんですよ、ほんでバー近づいていったらその駐車場のとこにあの鎖が張ってあったんですよ、で親父気づかんでよっしゃー言うたらシャーンうわー言うとるんですよ、うわー言うとお父さん何しろもう言うの大輔言うて来る時なかったよなこの二人来る時なかったよ、まあこの世界言いますと、うん、さあいろんなタイプのスターの方々がおられますよね、はい、その中でも僕衝撃を受けたのは、あれ2ヶ月ほど前ですけども、はい、いい笑っていいともの、うん、春の祭典があったんですよ、はいはい、僕も出させてもらっていろいろその月9チームとかいろんなドラマのチームで我々あの笑っていいともチームでこういろいろゲームするわけですよ、うん、ね、ほんならもうみんなもちろん真剣に一生懸命やるんですけど、さあ優勝はって言ったら木村拓哉さん率いるチェンジ、うん、チェンジ、チェンジね、月9チームなんですよ、やっぱりすごいなと、やっぱここで優勝しやるわと思ってたら優勝しました。さあさらにこのゲームに成功したら賞金200万かなんかが乗っかりますと、そのゲームっていうのがあのテーブルクロスにワイングラスがいっぱい置いてて、これをワイングラス落とさず引いたら賞金200万ですと、それまでがものすごい盛り上がってて、あれ生放送ですね、もう残り10秒なんですよ、ほんでもスタッフ全員もうこうやって早くしなさい言って、ほんでも出てきてワイングラスうわ乗ってるテーブルクロス、もちろん木村拓哉さんがじゃあやりますと、で10秒前言ってるんですけど木村拓哉さんも一切動かないんですよ、生放送10秒前ですよ、10、9、8、一切動かないんですよ、もうスタッフ全員うわーってんですよ、7、6、5、一切動かないですよ、どうすんねんどうすんねんって4、3ってなった時に初めてバッてテーブルクロス持ってふわーってやったらワイングラス一切動かず大成功ですよ、3、2、1であのテーブルクロスバーン投げて、テーブルクロスがうわー舞う中番組バーン終わったんですよ、かっこいいすごいなと、そんなもん我々ならもう銃でもうわーってガッシャーンってガッシャーンやからね、何よりもね、ほんでもテーブルクロスで最後拭いてるみたいな、それが3秒前まで一切動かず3、2、1で待ってる中バーン終わったんですよ、すごいなー思ってて、昨日ですよ、昨日ね、僕はあの NHK で携帯大喜利っていう生放送の番組を司会が今田耕司さんで審査委員長が板尾創路さんでやってるんですよ、ほんでさあ番組最後に審査委員長の板尾創路さん、ここであの視聴者の皆さんに一言お願いしますって言って、それが生放送7秒前なんですよ、またスタッフバンブレー言ったら伊藤さん7、6、5、もう全くもう全くの無表情でカメラがずーっと寄ってくるんですよ、5、4、3、
321言って番組終わったんですよ。別に何にも気にしてないからね。正直一言の謝りもなく。僕おばあちゃんが岡山の人で、ええ、しばらく実は岡山に預けられてた時期があるんですよ、うん、幼稚園の年長ぐらいの年齢なんですけども、うん、その岡山言うてもその相田郡ってもう今ないようなとこで、うん、すっごい田舎なんですよ。あの天然記念物のオオサンショウウウジャウジャ乗ったりとか、野生の鹿やらイノシシやらがそこら中畑に出てきたりとか、あの本当にあの山ミミズって言って他では見えんぐらいとこの30センチ以上のミミズが雨降った後は山の肌に全部出てきてウジャウジャ動いて山が動いてるように見えるよ。後にあの F1 のサーキットが作られたぐらい何もないほんまに田舎の場所やったんですよ、うん、もう今統合されてないんですよその相田君っていうところ、うん、すごい自然に囲まれた中でまあ多分教育方針で預けられてたんですけど、おばあちゃんとかは要は山菜をね取るんですよ、うん、もう食卓に並ぶのは川の魚か山菜か畑で取れたもんかいうぐらいしか並んでなくて、もう毎日山菜とか取りに行ってたんですけど、まあ、そこに僕とまあおばあちゃんと僕と親戚の千恵ちゃんっていう女の子、僕より1歳年下なんですけども、じゃあ泊まると千恵ついておいでって山菜取りに行くからって言って山のところちょっと行ったところで、まあ、僕もショッキングやったんですけど、初めて鹿の死体見たんですよ。鹿が死んでたんですよ。足どないなってんねんっていう死に方やったんですよ。なんかこんな目ちょっと向いてるような、うわっ気持ち悪い怖っと思ったら、やっぱちえちゃん女の子やからすごいショックやったんですよね、うん、死体というもの、まあ、鹿が死んでるっていうので、ちえちゃん泣き出して、うん、石持って鹿の死体にあーって投げたんですよ、うん、おばあちゃんがそれ見て、うん、やめなさいちえって言うて、あんたなこの鹿は今から極楽行くんや、うん、極楽行って石ぶつけられた後あったらこの子どう思われるみたいな、知恵も嫌やろな、あんたからいつか死ぬねんな、ほんで極楽行った時にここ怪我してたら嫌やろみたいな、まあ、命の大切な尊さみたいなね、で語って知恵ちゃんもごめんなさいみたいな、で町の村の若い人呼んでこれ埋めてもらうからみたいな、でとりあえず山菜取りに行こうって、もうちょっと奥行ったんですよね。でおばあちゃんがこう山菜取ってて、でなんかキュッて抜いたら、さっき言って山ミミズがねビルビルビル出てきたんですよ。うわこんなんですよ。で地面上がったらペタ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 ってこう跳ねるようになってたら、おばあちゃんがこう小刀ですね、さっきまで命の尊さ語ってた小刀さらっとして、なんやこの気色の悪いってさらっそれ見て知恵ちゃんおばあちゃんの意思だけど、うちのおかんの話なんですけど、あまあ先日ハゲすぎて死にましたけどね。ハゲすぎたの？ハゲすぎた。ハゲたでしょ。ハゲすぎ。確かにハゲすぎて亡くならへんでしょ。息子よりもハゲてましたけども。がまあ高校時代にね、僕が僕ラグビー部に入ってまして、はい、でまあラグビー部って結構きついじゃないですか。はい、ね。でラグビー部終わりまして帰ってちょっと飯くれと。うん、言うたら、おかんはそのツナ缶一個とね、飯ポンとはいって言って置いたんですよ。ただ俺大好きなんですよツナ缶は。よしと思って、これはもう俺大好きだから食べて、で次の日ねまたまあ部活終わりで家帰りまして、おかん飯くれと言いましたら、あいよみたいなこと言いながらツナ缶と飯をドンと置くわけですよ。僕ツナ缶大好きなんでね、食べるわけですよね、こうパッと食べまして、で次の日ね家帰りまして、おが飯くれるかって言ったら、またツナ缶と飯を持ってこようとしたんですよ。さすがに俺はおいおかんと、
何考えてんねんお前、ええ加減せよって言ったらおかんが、いやいやいや冗談やん意味わかりますこれいや冗談ちゃうやん2日やってるやん冗談ちゃうでしょ3日目ですよと初日ならまだしもね、はいはいはい、3日目にやで、はい、冗談やんって言うよって逃げれるかそんなもんだよ逃がすかお前吉本新喜劇というところにいてましてですね、あの全国ツアーというのがあるんですけども、うん、まあ、あのいろんなところ行くんですけどね、全国ツアーというのは大体まあ2泊ぐらいずつしていくんですけど、そうなるとこう楽屋であのみんなたくさんおるんですけど、晩ご飯を食べに行くメンバーというのはいつもこう決まってしまうんですよね、うんうん、で僕入りたての時に吉田博さんと、まあ、中条さんという方と、あと井上達夫さんという、まあ、達爺というね、もう大ベテラン60歳ぐらいのおじいちゃん役の人ですよ、で柳浩二さんという、まあ、チャースでおなじみの方と5人でいつもご飯を食べに行くんです、で若者チームとおじいさんチームでエラ若手という縮図でいつもご飯食べるんですけども、おじいさんたちはまあ60ぐらいですから1軒目でもうご飯食べたら帰りはるんですね、で若者3人であのいつも飲みに連れてっていただくということになってた時に、3人で飲んでる時に、まあこんだけ全国ツアー回ってていつもこのメンバーちょっと辛いなと、なるほど、何回かこう女の子と飲みたいな、そういう店行くんもええねんけど、なんか知り合えたらな2泊もするしってのことを常々おっしゃってたんで、チラチラと、まあ一番スタッパーとしては何とかしたいけど、でも全然もうそんな女の子なんか知らないしどうしようと思った時に、あの長崎の1泊目の時に僕がタバコを買いに行った時に女の子に「あっ」って言われたんですよ、「あどうもあれ何で知ってんの？」みたいなこと言いながら、ほんであの長崎の子1人やったんですけども、あの一緒に飲みませんかみたいなことを言うてきたんですね、でいや僕らも明日ちょっと早いかもう帰んねんけど、もしかよかったら明日俺らおるから3人連れてきてくれたら、こっちも3人おるし明日一緒に飲みませんかみたいなことになったんですね、ほんで向こうも「あいいですよ」みたいな電話番号教えてもらったと、よかったもんでそのまま帰って、兄さん方むっちゃべっぴんの姉ちゃんの電話番号手に入れましたよ、明日はもうさんさんのコンパができます、よかったナイスナイスお前はよくやったみたいなこと言われたんですね、で次の日、まあ、楽屋取ったら昨日小籔が綺麗な姉ちゃんの電話番号聞いてきたんやと他の人らに言うわけです、他のグループにこうアピールするわけですね、あらダンスとか言ってて、まあ、でまあその晩行こうかいなということで、でまあ最初ご飯食べに行くんですよ、だからご飯があるからまあ大体10時半ぐらいに待ち合わせということでしてたんですけど、まあ、ご飯食べてるじゃないですか、ほんだらおじいさんチームは1軒目で帰るはずやのに全然帰らないんですよで、なんか1軒目からなんか白濃いな思ったんですよジジイ2人に、なんか僕らはもうその時に女の子の話も大してしてないんですけども、なんかうーんみたいな、こうさっさと食べて帰るはずが結構沈黙長かったりしてて、うん思ってたんですけど、その時気づかずで、まあごちそうさまでした、はい、でじゃあ2軒目行こうか言ったらしれっとあの2人はお疲れさんとかで帰ってくるのに、帰っていくのに、僕ら3人の方にしれっとついてくるんですよ、まだ向こうってね、はい、まだ向こうには3人って言うてるし、ちょっとおじいちゃん引き連れていくのやっぱり嫌だおじいちゃんおじいちゃん言うな、まあまあ大ベテランさんですけどもやっぱり喋ってるとなんか片岡千恵蔵の話とかしてくるじゃないですかちょっとジェネレーションギャップがねその件もしてます、それは面白い先輩すごいミスター新劇ですけども、やっぱり1軒目ご飯食べててもなんか思んないなって思ってます僕らに分からないギャップにあるんだ知恵像とか見走るみたいな言われちゃう、いやそんなみたいな、おじいちゃんにしまちょっと話が長かったりとかするし、ちょっとコンパ向きじゃないのについてきてるなと、ほんでヒロさんにちょっとあの井上さんちょっとついてきてるから言ってくださいよ、いやちょっと3人ですやんって言ったら、いや俺もそんな余裕はもう達人も大先輩やし、いやどうせ多分店の前まで来たらしれっと2人行くやろ帰るやろ言うて、居酒屋ガラガラって入ったら達人とかも「ああええ店やな」みたいな感じで、今まで1回も2軒目ついてきたことないのに白濃い顔してブワー行くんですよ60過ぎたおっさんの白濃い顔また腹立つんですよ先輩やぞ、いやいや、まあまあでもね心の中では、でもそんな言えないです、あどうぞってなってんで座敷、何名ですか言われて、ほんまは6名って言ってたんですけど、まあ、8名ですみたいなほんで座敷にこう先輩ら座って、ほんで僕電話して近くにおる、なんだ迎えに行くわでもなーとか思いながらでも迎えに行った、ほんだら他の2人もめっちゃ可愛い、そんな、そんな3人揃うことなんてまあありえないのに、うわめっちゃ可愛いけどジジイおるか思いながらで
そう言わんと引き連れて行ったんですよ、女の子。ほんならこう入っていったら、ヒロさん、中条さん、井上さん、柳さんという順番でこう座敷のドアがこう見えていくんですよ。うんうんうん、で僕が先頭で、あ、こっちこっち、女の子どんな顔するのかなと思ったら、女の子も、あ、どうも。でなったんですよ。なるわいと。あれ隣の客にしたらちょっと近すぎるし。はい。今晩やろうぜみたいな、みたいな、なんかジジイ紛れてるみたいな、えっていう顔して、まあこれしゃあないなと。で、まあ、女の子、うん、皆さん、あの、先輩で進撃の人なんです。あ、そうですか、どうも、とか言いながら。ほ、うんで、僕はやっぱ一番下ですし、盛り上げなあかんということで、お酒飲もうみたいな。うん、じゃあ、どんなお酒飲むとか言ったら、井上さんがですね、あかん、若い子はお酒なんか飲んだらあかん、若い女の子は。ジュースかお茶にせえみたいなこと言うんですよ。普段そんなに強く言えへんのに、女の子前からちょっと生きてるんですよ。ええ格好してなんか先やって、居酒屋来てあかんってな、まあまあええわ思って、まあまあちょっとエッチな話もしようかなと、今までどんな彼氏と付き合ってたんですかって聞こうと思ったら、だんだん知らん間にですね、わしらの時代は15円あった腹いっぱい飯食えたみたいな話になって15円あったらな腹いっぱい食えたわみたいな話がまた長いこと続くんですよ。まあなんかチャチャも入れたいんですけど、入れようもないような、うん、そうで柳さんと井上さんでめっちゃ盛り上がるんですけど、うん、女の子もはぁはぁってなってるんですよ。うわどうしようと、このもう状況を打破しなきゃならない、はい、よっしゃ、王様ゲーム的なことどうでしょうか、ジャイケンをして勝った人の言うことを聞きましょうみたいな、わしジャイケン嫌いやねんって、お前何しに来てんよ。井上さんがジャイケン嫌いや言うて、ジャイケンわし嫌いやねん、ジャイケン嫌いなやつ俺見たことないわ。ジャイケン嫌いって何やねん、つけてんのか白っこいのか何やねんお前。お前何しに来てんの、何しに来てん。大ベテランですよ。普段はね、普段ならあれ立てへんけど、あんな井上さんも仏の井上と呼ばれるぐらい優しくて、本当に演技も素晴らしい、こう面倒見もいい人にシャレならんぐらいムカついてしまったという話。昔なんですけど、僕の、まあ、結婚する前、うちに連れ5人で夜中遊んでたんですけど、夜中ちょっと小腹減ったなということで、ちょっと近くの弁当屋さんにジャイケンで負けたやつが弁当買いに行こうって、ジャイケンほいって言ったらストレートで僕負けまして、ほな俺ちょっと行ってくるわ言って、ほんでみんなが口々にカレーとか、なんか焼肉なんとかとか言うんで、もう覚えるのも嫌やし、メモってまで行くのもと思って、もうな統一させてくれと。俺がこの世の中で一番うまい弁当は、チキン南蛮スペシャル弁当だと思っていると思う。それを統一させてくれへんかなっていう話になって、ほんで分かった言うて、ほんでそれ買いに行くわ言うて弁当屋さん行ったら、まあお客さんゼロやって、すいません、あのチキン南蛮スペシャル弁当いつでいただけますかって言ったら、はいって言って、まあ店員さんが中で作り出して、で僕そのカウンターのところでこう待ってたら、ちょっとまあ年下なんですけど、ちょっといかつめの2人がわーって入ってきて、1人が俺唐揚げって言うたんですよ。ではいってで、もう一人が、俺チキン南蛮スペシャルって言ったら、すいません、売り切れですーという話になって、で、あらってなって、なるほどな。何やねんって、また一人が、その唐揚げ言うた方が焚き付けるように、人気ないわみたいな、言われる方は、ちょっとうるさい、ボケ。ほんなら俺も唐揚げでええわ言うて、どっか出て行ってくれたらいいんですけど、僕の対面で待ち出したんですよ。これはやばいなってなって、で、ずーっとこう、じゃあやばいぞ、やばいぞってなったら、なんか奥のなんかミニカウンターみたいな、みたいなとこに僕が頼んだチキン南蛮スペシャル弁当が1個ずつ積み上がっていくんですよ。シャレならシャレならな、もう4つになって、もう5つ目なんかテトリスみたいに消えてくれへんかな思いながら、やばいやん、積み上がってしまった。ほんでこれやばい思って、もうババって立って、もう僕財布開けて、言うてもお客さんは僕とその人しかいない、その人しかいないんで、もうお金出してバッて行ったんです。ほんで普通昼間とか混雑しとったら、例えばあの焼肉弁当なんかのお待ちの方って言うじゃないですか。でももう夜やし、二人しかおらんし、なんて俺も出てるし、金バッてなってんのに、その店員さんが僕の顔この辺で、チキン南蛮スペシャル弁当5つでお待ちの方って言うたんです。ほんならそれ聞いた、その待ってるヤンキーのみたいなやつの一人が、えはははは言うて笑って、人気ないわ、売り切れとんね目の前でって言いよったんですよ。これやっぱー思って、もう金だけ払って、でも帰ろう思って行こう思ったら、その人気ないわー言われてるやつが、なんかもうなんか言わなあかんって、僕のとこバー来て、どんだけ食うねんって言う。いやと。あんな握り拳みたいな肉、なんぼ好きでも5枚食うか思って。消えたのかなってパッて見たんですけど、あまりにもいかつすぎて、へっって言って、笑ってそのまま行ったの。先ほど、
松本さんも言われた三松さんの話なんですけど、はい、あの前にも言うたんですけど、あの大井龍馬というのを一緒にやろうということになりまして、で僕嫌やったんですよ初め、うん、そやのに、いや僕本気でやるから言って、自分のあの劇団を立ち上げたいから言って、で、あの大輔力貸してくれっつって、で俺が龍馬をやるからお前中岡慎太郎でやってくれっていう、うん、なんかそんなんがあって、ほんで分かりましたって引き受けたんですよ、うん、でじゃあ大輔あの京都一緒に行こうと、俺お金全部出すから、うん、で京都行って、あのその龍馬と中岡が回ったとこを回っていって、ちょっと気持ちを高めようと、そういうことで行ったんですよ、で行きしの新幹線で、あの大輔って言って、あのこれ俺ちょっと買ってきたんだと、でそれがペンダントやったんですよ、でちょっとした鎖のこの辺に龍って書いてあるペンダントを買って、でこれいいだろうっつって、全然用ないんですよ、そんなに良くない、あでもまあまあ思いあるんですね、これで俺頑張るからっつって、頼むな真剣にやろうな、わかりましたっつって、で京都着いて、でまずどこ行きますって言ったら、まずお墓に行こうと、坂本龍馬と中岡慎太郎一緒に眠ってはるからそこ行こう言って、じゃあ分かりましたって言ったんですよ、で行って、ほならこうお墓にそのネックレスを取ってこう置いて、龍馬さん今度大輔の舞台やりますみたいな、力貸してくださいみたいなやってるんですよ、でそれつけてここに龍馬さんがいると、うん、じゃあいろんなとこ回ろうかっていう、でじゃああのなんか遭難の地みたいなのがありますから、うん、そこ行きましょうかって、僕もあんまり知らんかったんで、こう本持ちながら行きましょうと、うん、で行って、で行って僕が説明してて、その近くになったら、あの三松さんいいひんですよ、であれ三松さんどこ行ったんかなと思ったら、おい大輔っつって、こんなとこ風俗あるぞはいや風俗ってまだ2時ですよいやこんなとこにあるのか今日いやいやちょっと三松さん、うん、いやもう嫌や、初めからこんなの嫌や、うん、頼むわ本気でやりましょうよ、うん、言うて、ここも、うん、あすまんすまんすまん言うて、でじゃあ行きましょう、もう風俗いいですよ言うて、でこれ遭難の地らしいですよほなちょっと写真撮ろうよで写真なんか分かんないですけど撮って、で龍いうのも見せて、うん、で撮って、で次のなんかまたここに隠れてた巣屋みたいなのがあるらしいですよ、じゃあそこ行こうよ言って、で行っててまたいいんですよ、ほんで何やろうと思ったら、ここにもあるのか風俗いやもう腹立ってきたいや真面目にやるって言ってたやんほんでいやちょっと三松さんほんまひどいですよって言うと、真剣にやる言うたから僕お芝居をねやろう思って、ほんでそれもなんかもう全然嫌や言うて、なんか本気さが伝わってこうへんって言ったら、龍馬もセックスぐらいするだろうが逆入れやんいやセックスするよって言って、龍馬もセックスするよでも龍馬ももっと夜やと思う早いやん、こんなんずっとやん、京都着いてからずっとムラムラしてるもうやめてそんなことって、なんだお前って言ってバーンと突かれたんですよ、バーンと突かれて、なんでどつかれなあかんねん、俺正しいですよって言って、いやお前言ってることなんか違う言うて、またバーンと疲れて、またバーンと疲れたから、俺何が龍馬や言うて、俺そのネックレスバッチーちぎってバーンやってあったんですよ、何やってるんだお前お前の龍馬のペンダントー言うて走っていって、急にグワー泣き出して、鼻だーだれて、やめろこれはお前、俺を叩くのはいい言うて、龍馬のこれは切るなって言われてで、まあ僕もやっぱ先輩のね大事にしてたねやつを切ってもらったらすいませんって言って、でまあそれでまあ終わって、あ舞台始まったんですよ、でもずっとつけてるんですよ、それも直して、うん、でも、もう毎日ね舞台で何かやらかすんですよ、なんかあの絶対にこうお客さんが冷めるようなそんな言葉って言うとあかんでしょ、なんかそんな時代劇やのにテレビのなんか挟んでみたりとか、ちょっとそこを笑かすために何かやったりとか、時代がむちゃくちゃなって、ほんであの演出家に怒られるじゃないですか、「三松ちゃん何やってんだよ」って言って「何だあれしょうもない」って言って、ほんならなんかパクンなるんですよ、なんかもうパクンすねるんですよ
ここで打ち上げ行ってもひと言も喋らんとなんかパコーンなってるから、いやもういつまでパコーンなってんのもうそれは怒られるやんかって、まあ、なんでお前言われなくちゃいけない、お前表出ろみたいな、表出たのかやったらまたバーンと突かれて、で俺もまた何がるよお前って言われて、俺もきちぎってなんかシャーってやって、やめろお前これでもう何回もそれがあったんですよ。ある日からもその龍馬いうネックレス専用になったんですよ、多分ちぎられるから。ほんでまあ無事に舞台終わって、じゃあ最後にこの格好であの舞台の上にバッと並んでみんなで写真撮ろうって言って、で皆さん真ん中でいろいろありましたけどありがとうございました、お疲れ様でした、写真撮りましょうって言って、お撮ろうっつって、あちょっと待ってっつって、あの龍馬のあのネックレスちょっと取ってくるから言って楽屋行ってつけて帰ってきたんですよ。初めここぐらいまであったんがもう今超かぐらいのこんなのって龍っていうやつから喉仏で喋るたんびにこうペコペコペコってやってて、もう切るなよ次はねえぞって。あの相方の浜田さん、はい、結構なんかキャラクター的にね、怖いもん知らずみたいな、その根性座ってるみたいななんか感じじゃないですか。で昔ね2人で、まあ、全然売れてない時ですよ、あのなんか余興というかもう営業にね2人だけ、もうマネージャーもついてきてない頃ですよ、行かされたんですよ。でなんかこう漫才前ぐらいに緊張しよったんかな、もうなんかトイレ公衆便所みたいなとこ入っていったから、ちょっと俺おもろそうやからずっとついていったらなんかお腹下してたみたいでうんこしとんねん。でさーっと入っていってあいつのそのうんこしてるとこのドアをバーンって蹴ったったんですよ、はい、そしたら、はい、あの根性ありそうに見せてるあいつ、はい、10月に、今田さんと東条さんがやられてる番組が名古屋でリニューアルされて新しく始まると、はいはい、それが内容としては、芸人とかタレントさんがまだ世に出ていない、若手とか、後輩なんかを紹介するという番組なんですよ。それの一発目のゲストに僕呼んでいただいて、でスタッフさん来てもらって誰にしましょうっていうんで、僕はその後輩に中本ってやつがいるんですけど、通なっかの中本ってやつがもうめちゃくちゃ面白いと、でいろんなこのトラブルに巻き込まれたりいろんなことがこう巻き起こったりするんで、その中本っていうのを僕はその番組で紹介したいと、それ1時間も中本やったら中本も1時間行くんですよ。で中本さんどんな話があるんですかみたいなことをこう聞かれたんで、その中本がパチンコに買ったんでマッサージに行ったと、うん、マッサージで、まあ、狭いマッサージなんですけど、こうカーテンで仕切られたマッサージ、じゃあちょっとお待ちください言って待ってたら、向こうカーテンの向こうから「てめえ怒りにしなくなろう!」って言って、うん、おっちゃんの怒号が聞こえたと、今度は施術してたそのマッサージ師のおばちゃんが「すいませんすいません、私のあのマッサージに何か不手際はございましたでしょうか、いや俺はよこの界隈のマッサージあっちこっち行ってるけどあんた腕はピカイチだよ、では何でしょう、あんたさ汗かきすぎなんだよ、あんたおっさるとこおっさるとこビラビラじゃねえかもねって聞こえるんですって、何やこれめっちゃおもろいやんって中本笑い声あの笑いこらえながら、ビチョビチョじゃねえかてめえこの野郎、これ見てみろよお前こんな濡らしてよ、お前マッサージ師だったらよ汗を抑えるツボとかあんだろ、それ押せよ、もう押してるんです、じゃあ聞いてねえじゃねえかよそれもう腕噛みながら笑ったらあかんのあんなんだよてめえこの野郎っておばあちゃんが泣き出して本当すいません本当すいませんでしたって聞こえた、ほんならまあ言い過ぎたと思ったでしょうね、これで拭きなよ、いや涙だよってカーテンの向こうでそのおばちゃん汗拭いたらしいですよおっちゃんが出したタオルなのかハンカチなのかで、いや涙だよいや汗拭いてるよおばちゃんってブレー噛みながら笑いこらえたと、もう
いいよお前もう帰れよこの野郎とか言って、おもろいなぁ思ってしばらくしたら、お待たせしましたってさって開いて入ってきたのが、麺パンパンのおばちゃんやって、あんたかーいって思わず仲本が言ってもうたら、全員我慢してたんでしょうね。マッサージ中、ドガー受けたんですよ。あんたかーいで、芸人人生で一番受けたみたいな。そんな話をいっぱい持ってるやつなんですって言った。いいですねーって言って、その番組に挑んだ、うんうん、で俺がいやこれ長本ってやつがいて、あそうなんそんなおもろいんだそうなんですでじゃあ長本ですって登場した。ほんでもういい空気なあ長本なあのマッサージ行った時もないやそうなんですよマッサージ行ったらおっちゃんの声聞こえて、汗かきすぎなんだよって言ってすいませんすいませんって言って、いや、うん、これで拭きなよいや涙だよって言ってそのおばちゃんが泣いたっていうくだり全く丸々言わずに話進めてもうたもんやから今田さんも東野さんもえどういうこと涙だよってない涙だよってもうツルンツルンに滑ったんですよその話が、うん、おもろいのに、おもろいのに。ほんで収録終わってもつ焼き屋この字のカウンターも煙もくもくの熱い店で、うん、で長本が俺ほんと今日はもうやってしまいましたみたいな、うん、なんで俺15年もやっててこんなことなるんですか、うん、俺ほんとせっかく順番さんにこうやってああってまた泣き出したんですよそこで、ちょっと俺いやもう大丈夫やそんなとおもろいなっていや俺ほんと15年もやってて子供も嫁もいて俺情けないっすよってうわー泣き出したんですよ、はいはいはい、この字のカウンター若い人いっぱいいる、うん、俺が後輩いじめてなんか泣かしてるみたいに見えるここはちょっと笑いでドカーンと盛り上げなお前そうや思て熱いお店、うん、おしぼりだったからこれで拭きなよって言った中本が言うて涙拭くんですよ、うん、いやそこは汗を拭いていや涙だよドカーンってやらせて普通に説教始まる怒る気なかったらねうちのおかんの話なんですけど、はいはいまあ、すごいおとなしい人といいますか優しい人でなんかでも想像つくわ、はい、あんまり声を荒げたりしないんですけど一度だけすごく僕怒られたことがありまして、はい、あの小学校3年生か4年生ぐらいだったと思うんですけどあの夏休みの宿題で工作っていうテーマで、はい、あのあったんです宿題が、はい、でまあ工作か思いながら夏休みどんどん遊んで、はい、もう全くやんなかったんですよ、はいほんでもいよいよ明日始業式や、うん、どうしよう一日しかないなと思って、うん、そうやなんかトイレに空き箱があったから、うん、それでロボットを作ろうと、うん、小学校3年生の僕やから全然わからないんです、はい、でその空き箱がロリエの空き箱やったんですけど僕ねあの存在は知ってたんですよ、うん、ほんで一個一個梱包されてるから、はい、あの高級ティッシュやと思ってたんですよほんまにあの、うん、梅干しのあれや一個一個やないですけどすごい高級なただのティッシュやと思ってて、まあ、これでロボットを作ろうと思って、まあ、夜ハサミ使ってちゃんと胸元にローリエって書いてあって前に持ってきた前に持ってきて前面にトップに持ってきてトップに分かんないですからほんで、まあ、できたあの羽つけて腕つけてこれあのアンテナみたいなのつけて完成や思って忘れたらあかんから、うん、その前の日の晩に、うん、カバンと、うん、そのロリエマンロリエマン命名してマンってあのボールペンみたいなの書いて玄関に置いといたんですほんで朝起きましたいよいよ始業式夏休み終わりました朝ごはん食べて歯磨いて服着替えて玄関ね行こうと思ったらその胸元に厚紙が貼られてるんですよ誰やこんなことした俺のヒーローだぞ俺のヒーロー誰やこれさおかんが来て私や言ってなんでおかんこんなことすんねんこれ俺やなな正義の味方やぞって頭バチン叩かれて正義の味方やって言われたんですよその時は僕分からなかったですから純粋というか僕はこの前実家帰ったんですけど、実家は本当に南海電車でかなりもう南の方なんでずっと乗らなきゃいけないんですよね。で難波から乗って、うん、混んでたんですよ、うん、ほんなこの端っこから2人目のとこ座れて、うん、座ってたんです、まあ、道のり長いんでこう寝ようとしてたんですよね、うん、で新今宮に泊まって、うん、ほんなここの僕の両サイドの2人がパッと立ったんで、うん、こっちに寄ろうかなって思ったらもうおばさんが2人入ってきてパッと両隣に座ったんですよ。
ほんでもうその人ら知り合いなんですよ。だから待ってくれたら僕寄れたし、うんね、で話しながら入ってきて自然に座ってまだ話してるんですよ。辛い。ほんでこれも今更言えないなって思ってこう後ろにもたれかかってもうここで話さそう思ってこうずっとこうやってたんですよ。でこうずっといてたらずっとやっぱその井戸端会議みたいなやっぱおばさん大阪のおばん同士なんであのあそこの息子さんが大学行けんと専門学校行ったやでええー、誰誰みたいなのをずっと話してるんですよ。で駅の間隔が長いんで駅着くまでは我慢せなあかんなって待ってたんですけどやっぱもう話は尽きないんですその噂でええー、どこどこ誰誰っていうのがあってでこっちのおばさんがあのだあのあそこの人あのもうすぐ離婚するって聞いたでって言うてえー、誰よいやそらもうなんか私言うたって言わんといてなって、うん、教えてって言ってこっちの人がギュッて寄ってきたの分かったんですよ、うんうん、うっとうしいなー思ったら僕の耳に坂田さんって言うて何やねんお前あかんかびっくりして急に急に急にでかい声急にやもん急にでかい声で坂田さんびっくりすんなびっくりしますこれ5年ぐらい前の話なんですけど、はいあのルミネ座吉本で新喜劇に出てた時の話でその時は板尾班に出てたんですよ、はい、板尾さんはいで板尾さんの班でやっててほんで芝居をやってたんですよ、うん、ほんなら一人前のあの列のお客さんがなんか気分がなんか悪くなりはってなんかバタッと倒れはったんですよ、はい、ほんであっと僕目に入ってたんですけどそんなん初めてやったからどう対処していいかわからなかったんですよ。あどうしようとこれお芝居続けやななみたいなんでお芝居続けてたらその時の座長の板尾さんがあかんあかん言うてもう止めとんもうあかん倒れてはる言うてそのまま下に降りてその女の人のところに大丈夫ですか言って行きはったんですよ。で僕すごいうわスマートやなと思ってかっこええなと思ってほんで僕もちょっと降りていってでどうしましょうって言ったら板尾さんが「おいちょ救急車呼べ!」言うて「分かりました」って救急車呼んでほんでこうやってはったんですよ。で「兄さんどうしましょうなんかタオルとか持ってきたらいいんですかね?」とか言ったら「なんかいやこういう時な大輔力入ってるからな こう噛んでしまう時があるからな、うん、なんかかまさなあかんねん」言うて「であほんまですか?」言うて「ほんま力入ってたんでどうしましょう?」言うて僕バーッて開けてたら板尾さんが自分の手をかまそうとしちゃったんですよ。でバッて入れはって僕うわめっちゃかっこええなと思ったら急に「いたたたたた!」って言うて「こいつ指噛みやるぞ!」って言うたすんげえ僕びっくりしてえいやいやまた「こいつ」って言うて兄さんもうみんな聞いてはるしで指噛みやるぞもう自分が入れはったのに兄さん何なんと思ったでも「いや兄さん何言うてはるんですか?」って言ったら「おお」言って「こいつ指噛み寄るぞ」って僕に言うて「いや指噛み寄るって兄さんちょっともうほんまに落ち着いてください」って言ってほんでこうやってたらスタッフがパーって来て「あ僕らやりますんで」ってなってほんで板尾さんパーって行く時「あこいつ指噛み寄るぞ」って何回言うねん。吉本新喜劇入らせていただいておりまして、まあ、あの新喜劇の中で東京所属になるということはちょっと今までなかったんですよね、うん、なるのやったらやめなあかん、うん、でまあこんなことをさせていただいてましてまあこの いろいろ非難もありながら、うん、もうちょい大阪の新喜劇出なあかんとか、うん、そんなもありながらまあやってるんですけど一之輔兄さんという先輩がいてまして、うん、よくもう可愛がっていただくんですもう若い時はお世話になってましてほんでまあ飲んでたとかしても、うん、お前は頑張ってるなと頑張れよとよく言ってくださるんですよね。で「あっありがとうございます」みたいな「お前はもう東京のテレビいっぱい出てな頑張れ頑張れ思ってんねんお前も頑張れよありがとうございます」でももうねみんなで今よりええ生活しましょうと新喜劇をブームにみんなで盛り上がりましょうみんな金持ちになりましょうみたいな言うたら「いやもうな若いお前ら だけでええねやわしらみたいなおっさんはもう60も超えて俺らもええそんないや何言うてんすかもうね何やったらアメリカで新喜劇やるとかそれぐらいのことやりましょうよ」「いやもうそれはお前らでやったや」お前もう頑張ってるお前がどんどん引っ張っていけ俺はもうそんな別に売れたりとか別にないしな何言ってんですか一之輔兄さんみたいな一之輔兄さんも行きましょうよみたいないやいやもう俺はええんやもうそんなもう売れたりとかそんなないしやなここからもう死んでいくだけやお前らもう頑張れみたいなあれいやそうですかまあまあでもね本当に皆さんが築き上げた新喜劇をなんとか次の世代にもそうやな言うてくれたんですで僕はある時自分の座長の新喜劇やってる時に一之輔兄さんって、まあ、そうは言いながら今だけこんなん言うたらすごいかっこいい人みたいな思いますけど、まあ、ハゲてて
いい加減なんですよ。出たあかんとこでパッて出たりとかするんですよ、平気で。でセリフもバンバン覚えてへんくて、火曜日初日で、ラグビーは月曜日なんですけど、日曜日までセリフ入ってないとかザラなんですよね。でも愛されるキャラやから、全然もう柔らかい感じの人なんです。でも本当にどの週も出てるから本当に大変なんですけど、いつもまあ陽気な感じでやられてますね。ほんである時、それまでも、おいほんま川端もええかにせよお前みたいなセリフがあったりとか、お前らもう喧嘩すんなとかいう感じで軽くやってるのに、ある時、おい川端何をそんなことしてんねや、そのすんなとかいうセリフに変わってて、ちょっと間が伸びてるんですよ。おいお前ら喧嘩すんな、いうところも、おいお前ら喧嘩はするなみたいな、あれみたいな、今日なんか間悪いなみたいな、というかすごいセリフしっかり言ってんな、真面目になったんかなと思って、僕一回吐けるとこがあったんですよ。パッて吐けた袖のところで風間森屋さん見てたんですよ。めちゃめちゃ売れたんやろ。めっちゃカッコつけてるやん。たっぷり意識してる。風間森を見てるから見て、芝居の経路変わってもらった。あわよくば映画ドラマに出ようとしてるやん。新喜劇がそんな力入った芝居いらないぞ。ポンポンポンワーポンポンポンワーのにテンポ崩れて、おいお前ら喧嘩はするんです。おかしいよ。さっきの舞台の受けへんようになってるやん。ほんで履ける時もこんな感じで履けてたのに、こんな感じで履けてる。触れようとしてるやん、キモー思って。欲同士ベテランの話でございます。引っ張られてもて、まあ、お世話になってます。まあ、偉大な方がね、見てるとやっぱ力入るさせますね。引っ張られて、スポーツジムに行ってまして、はい、でお風呂入ってたんですけど、うん、で同期でヘビイチゴの高橋っていうやつと一緒に行ってたんですけど、でまあ浸かることもなく、まあ、ここまでちょっとお湯に入って座ってる状態でやってたら、体洗うところでバーって並ぶとこがあるんですけど、一人のおっちゃんがなんかわーってやってはって、でカラカラって一人入ってきはったんです。ほんで入ってきたおっちゃん見て、初めから座ってるおっちゃんが、よー一等兵って言うたんですよ。で言われた方が、よー二等兵って言うたんですよ。で何やろこれ思って、高橋と何やろな言って、ほんならまた違うおっさんカラカラって入ってきたら、その二人がそっち見て、よー三等兵って言いよったんですね。で、おー一等兵二等兵みたいな感じになって、で結局四等兵まで来たんですね。でこれ何なんやろなってなってて、でまあとりあえずジムで友達になって、みんなが集まってその時間でお風呂になって、でそのチーム作ってあだ名つけてんやろかなって、ほんでええなぁ、おっさんになって周りで遊びできたらええなって言うてたら、みんな体洗い出したんですけど、一人が急に「イットヘイ!」って言うたら、みんなが「ニットヘイと三トヘイと四トヘイと五トヘイ!」って歌うんです。そういうルールなんて何の歌やねん。こんなことみんな「ヤハハハハ!」って笑うてはるんですよ。でまあええんちゃう、ああいうノリにもええんちゃう、ほんでまたまあってやってたら、ちょっと待ったらまた誰かが三トヘイぐらいが「イットヘイ!」って言ったら、みんなが2トエと3トエと4トエと5トエと笑いよる。5トエおらんやんけ思いながら、まあまあええか思ってて、ほんでみんなわーって一通り体洗って、同じタイミングで洗って、全員が頭洗うためにシャワー出してガーやりだしたんですね。ほんでわーってやった時に、高橋が急に「いっとえ!」って言うたんですよ。ほんでおっさんら全員頭洗いながら、「いっとえ!」と3トエと4トエと5トエと終わってすぐまた高橋が「いっとへい!」って言うたら、またみんなが「いっとへい!」と「いっとへい!」と言うと、それを5回隙間なくやったんですよ。だから2等兵ぐらいが怪しいと、こんな速度でこの歌来ることがないと思って、こんな顔してキラッとこっち見た時に、高橋が「いった!」っていうとこやったんですよ。この瞬間2等兵が「騙されるな!似たもんだ!」って言うのが来る前に響いて。みんな二人でブワーって逃げて帰って。結構お酒が飲めるような感じのラーメン屋さんってあるじゃないですか。一品とか充実してて、テーブルとかもしっかりあって、そういうとこに僕大阪のラジオを夜生放送の前にちょっと食べに行ったんですよね。で行ったら、わりかし若めのサラリーマンの方3人がもう結構お酒飲んでて、でまあ若い言うても1人は30枚ぐらい で2人は新入社員みたいな、でこれがね、この30枚ぐらいの、まあ、先輩の方がちょっと聞くに耐えないようなこう説教みたいなのになってるんですね。もう聞いてた、嫌なこと言うてるなあの人っていうのは、もうそれがもうこの人マジかみたいなこと言ってるんですよ。このお前らにはそう、俺が足りん、俺この俺っていうのがこの俺たちの世界では大事、俺がやります、俺が前に出ます、お前らには
オリジナルがないみたいな言ってラーメン屋で死ぬって言ってた。今まで何回か言うとるなそれマジかみたいな思いながらのラーメンもうちょっと聞いとこう思ったよなんでない頼むからお前たちそれぞれのオリジナルを明日から見せてくれもう若いやつ、はい、すいません、すいませんなってるんですよねもう、うん、ジョッキ全然動いてないです、若いやつはい、すいません、みたいなやって、ほなもうそろそろ締めに入ってたんでしょうね、うん、ラーメン3つお持ちしましたみたいな、うん、手付けでこの、うん、また結構ね結構僕より大きいぐらいの女の子のドジそうな子が3つのラーメンをこう持ってきてしまうもう2つの方もこんなんなってるラーメン3つお持ちしましたってもう声も震えてるんですよねこれはやばいぞと僕思ってたんですけどもまだこっちはもうオレジナルオレジナルって言ってるんですよこ持ってきてるのとんでもないシーン見てしまうからもう案の定そうドジそうな子がこの2つの方をこのオレジナルにガーンってなってほんならそのドジそうな子がもうパニックったんでしょうね何を思ったんか自分がガーッやってもたのに熱っって言ってもたんですよ熱っって言うからオレジナルがバーン立ち上がって僕って言ってまあねこれねちょっとね僕どうかなとも思うんですけども昔大阪時代にまあ僕らちょっと大阪でこう売れ出した頃に、はい、まあじゃあダウンタウン番組やらせたるよ言って、はい、で正月番組をね、はいなんかこうなんでしょうコメディでなんかこうてなもん屋みたいな やつかな、はい、そのこう江戸時代劇もののなんかこうちょっとこう寸劇みたいなあってで僕の役が二役やったんですよ、はい、でそのなんか殿様の役となんか町人の松五郎みたいな、はい、でこれ二役で早着替えみたいなのもある言ってでまあいろいろ吉本の芸人さんもいっぱい出てて先輩もいっぱい出てたんですけどその中でまあそのゲストでですねもうすごい大先輩ですよまあ方ある方がねおられたんですよでリハーサルやって僕らももう緊張しながらその大御所のそのねゲストの師匠がいらっしゃいって来て大御所ですねよろしくお願いしますでもう前日リハーサル室でリハーサルですよでそんだけの人ってなかなか集まれないですから結構12時ぐらいから夜の、うん、でもみんな眠たいな言いながら、まあ、明日本番やし頑張らなあかんなってやったんですよほんで、じゃあリハーサルしますって代表片手にこうリハーサルやるんですけどそのまあ師匠がね、はい、よっしゃ松五郎出てこいみたいな、はい、僕バーッ出てきて殿様殿様でまた僕こう早着替えでまた、はい、で最後に二人とも出てきてくれってやるからできるかー言ってでちゃんちゃん、はい、でリハーサルはいオッケーってなって、はい、でまあまあそうかこんな感じかと思ってたら、ちょっと休憩入りますあはい1時間ぐらい全然始まらない再開どうなってもう1時とかもうすぐ2時とかになってどうすんのどうすんの当時その師匠のマネージャーの女マネージャーが来てちょっと松本君師匠に謝ってくれるかなありましたそんなのごめんちょっと分からへんよ何ごめんちょっと分からへんねんけどいや私が思うに私はもう長いから分かるんよ師匠は何も言うてはれへんけど私が思うに松本君の「できるか」っていうのがちょっと失礼なんじゃないかちょっと待ってごめんごめんちょっと待って台本持ってきて台本もう思いっきり書いてる「できるかできるか」ね、俺このままやっただけやから別に分かれへん絶対そんなんでしょ怒ってはれへんから、うん、いや私は多分そうやと思ういやじゃあ100歩譲って謝ってもいいけど俺多分何のことやと「すいません」なんか言うと「お前何を言うてんねんアホか」って言われて逆に俺かっこ悪いから嫌やって言うてたんですけどいつまでたっても始まれへんからじゃあ試しに行くわ、うん、もう他の人もみんな渡してるし分かったって言うてコンコンって、なんか、すいませんでした、はい、って言ったら、はい、もう、ええねん怒ってたくねつい
最近うちのマンションが改装してたんですよ。あのそれもね、色を塗り替えるぐらいで、塗装を塗り替えるって言って、うん、マンション、僕言ったら屋上に住んでるんですよね、うん、5階建ての5階の屋上も自分の敷地 で全部をね、他の隣に塗料が飛び散ったらあかんから言って、マンションを全部半透明のナイロン袋、ね、ビニール袋みたいなでこう、くく包んでたんですよ、うん、でうちの奥さんは結婚してるんですけど、奥さんはすごい危機管理に長けてるっていうか、うん、そのベランダで開けたら、ガラス開けたらすぐ寝室なんですよ、うん、でベランダになんか人が来れんことないんですよ、うん、外から侵入されたりできん、うんる可能性があるんで、バットをいつも奥さん置いてるんですよ。それ枕元やったらこう取るの時間かかるかって、こう体の横にこうすぐ行けるようにって置いてるんですよ。でこう寝てたんです、ね、ほなそのね、ナイロン包んでてちょっとでも風吹くと、そのナイロン袋に空気が入ってこうバサッっていう音が鳴るんですよ。ちょっとの風のバサッって鳴るんで、一緒に寝てたらずっとそれがたんまにこうバサッっていうのがなるんですよ、うん、でまあ工事うっとうしいなって僕は思って寝てたら、うん、奥さんが星田くん、星田くんって呼ばれてるんですけど、うん、星田くん、星田くんって聞こえるんですよ、うん、でこうなんやって見たら、バッと持って奥さんが立ってるんですよ、うん、どうしてんって言ったらシッって言うんですよ。でこうベランダ刺してバサッなるじゃないですか。誰かパラシュートで降りてきてるって言うんですよ、真剣に。いや可愛いな、死んでる。俺ら何を握ってんねんと。杉並区の一個の家のベランダで降りてくる特殊部隊なんかかなり訓練積んでたし、単純に今でお前言うんやったら40年ぐらい降りてきてるぞとっていう話。いやなんかでも分かるな。なんかもうどうしたらいいか分からないんですよ。怖くて僕ね。ちょっとまあそこそこ深夜のテレビ番組とか出始めてた頃だったんですけども、近所のバス停でですね、ベンチ座ってバス待ってたんです、うん、そしたら夕方ぐらいだったんで、下校中の小学校1年生か2年生ぐらいの男の子が、シューズケースをこうくるくる回しながらバーってこう下校してきてたんです、うん、で、手パーって離してもうたのか何なのか、僕の足元のところにシューズケースパーンって来たから、うん、はい、あ、はいって返してあげたんです、うん、そしたら ありがとうってなって、で僕の顔見て、あれ、もしかしてドランクドラゴン、そうやでって言って、わーすごい本物だ、いやお姉ちゃんといつもお笑い番組を見てて知ってるんだって言われて、ありがとう、ドランクドラゴンはこの辺に住んでるの、まあそうやで、ドランクドラゴンはいつもこのバス停を使うのって、僕の個人名はどうやらわからんらしくて、コンビ名で呼んでくれるんですけど、それにしても長いからね。そうなんですよ、相方とおるんならまだしも一人の時やから、なんかドランクドラゴンって呼ばれてるのがなんかちょっと怪獣を呼んでるような、なんかこうアニメみたいな、子供にね、なんか余計意識もありつつも、なんかこう否定するほど間違ってないから、そのままドランクドラゴンっていうのを甘んじて受けてたんですよ。で、バスが来たから、乗らなあかんわって言ったら、僕またドランクドラゴンに会えるかなって言うから、いや明日も俺この同じ時間のバスに乗るから、明日来たら会えるかもなみたいな、分かった、じゃあ僕ドランクドラゴン待ってるって、僕乗って出ていくとこもバイバイドランクドラゴン、ドランクドラゴンって言われて、まあその日仕事を終えて、でまあ普通に帰って、次の日またそのバスでバーって行ったら、もうその子が先にいるんですよ、あ来た、こっちこっち、ドランクドラゴン、ドランクドラゴン早くって言われて、まあちょっと小走り気味に走っちゃったんや。そしたら後ろにおばあちゃんおって、でこれ僕のおばあちゃん、うわこっちドランクドラゴン一緒に返されて、もうまあ、もうその子どころか、もう僕はコンビ名どうこうじゃなくて何者か一切わからん状態で、そういう話を聞いてるかなんかで、あなたがドランクドラゴン、まあそうそうです、はい、じゃあ昨日ね孫が家に帰ってくると、近所のバス停でドランクドラゴンに会ったと、でドランクドラゴンがいっぱい喋ってくれて、ドランクドラゴンがすごく優しかった、おばあちゃんもドランクドラゴンに会わせたい、そう言ってくれたんだよね、ありがとうドランクドラゴンって言われて
ビール袋みたいなのこう取り出してきて、中からこう四角目の箱をバーって出されたんです。でこれあの大したもんじゃないけども、日本の羊羹という和菓子。やめてんのか。いやあのね、いやもうこれもなんてないね、はい、なんてない話ですけど、はい、まあ短い話ですけど、はい、もうね、そのまあうち、まあ、仕事するとね、はい、その残念な兄がいるわけですよ、はいはい、ね、ほんでそのね、もう皆さんは、はい、面白いなみたいな感じでこうね、はい、言うてくれますけれども、はい、もうずっと一緒ですから、はい、もうね笑えないんですよ、はい、もう腹立つんですよ。でだいぶ前ですけど、なんかねアイドル雑誌があって、アイドル雑誌のもう後ろの方で女の子の悩み相談みたいな、コーナーがを連載してたんですよ、はいはい、そのアイドル雑誌の後ろの方でね、うんうん、ほんでなんかこんな悩みみたいなのがあるんですけどどうしたらいいですかみたいなね、こう我々が答えるみたいな、ほんそれの取材の日やったんですよ、はい、ほんで行って、ほんで、また担当の人が来てはらなくて、はい、ほんでバーって担当の人が来はって、でまあその来はる前にそこの連載してる時のアイドル雑誌がこう置いてあって、それをこう政治が見てたんですよね、はい、ほんな担当の人がバーって来はって、政治さん今回すごい写真写りいいですよって、ほうちょっとした写真も載ってるんで、うん、ねそのページに、はいはい、今回すごいお兄さん写真写りいいですよって言われたら、政治は俺はもうはっきり見てんけど、はい、なんでか知らんけど、はい、一瞬だけファって表紙によってん、はい、お前がアイドル雑誌の表紙をなんで飾ってると思ってん。残念ですね、政治さん。またそれはどう思うとこいつくんですよ。あ、ほんまみたいなの。あのこれ本当に誰も悪くない話なんですけど、誰も悪くない、はい、もうついこの間に僕はあの、まあ、離婚したんで離れて住んでて、うん、でもしょっちゅう会いに行ってるんですよ。で会いに行ったら、パパ来たって喜ぶんですよね、うちの子も4歳半なんですけど、うん、で一緒に寝る、パパ来たからパパと今日寝るって言って、うん、やっぱ男の子なんで、うん、いつもあの普段は日中はパンツ履いてるんですけど、寝た時はおねしょするんでまだおむつなんですよ、うん、でもパパ来たから俺今日寝る時もパンツのまま寝てみるよって、うん、で挑戦、うん、男の子の挑戦やから、うん、わ頑張れって思って、うん、よしじゃあ頑張ろうなって、うん絶対いけるよみたいな言ってて寝たんすよ。でもすごい、まあ、隣に出るんですけど気になって気になって、僕もおねっしょの癖が結構あるんですごい気になって、でもしした時にあの、ね、寝ぼけてる間に着替えさせてあげて、朝どっちにしてもおねっしょしてなかったなっていう風に持って行ってやって自信つけさせたいと思って寝て、でまあ先子供が寝るんで、で夜こう確かめて、あしてないって、後ろも回ってないかで確かめて、うん、でまたこう寝てて、あでも起こしたあからこう優しく確かめて、あ大丈夫大丈夫って、うん、結局気になって、うん、何回も何回も確かめてたんです、うん、で朝結局おねしょしてなかったんですよ、うんうん、でよかったなって言って、そのインターナショナルスクール通わしてるんで、そこ、うん、あの送っていって、うん、であの元嫁と一緒に部屋におったら、あのすぐ学校に着いてから電話がかかってきて、うん、奥さんの携帯に、うん、で聞いたら、あの何々君があの昨日パパが来たんで一緒に寝たんと、うんうん、であの夜中にパパに何回もおちんちん触られてでそれ何回も何回も触られてすごくあの怖かって起きたけどすごい寝たふりをしてたそれを奥さんに言って、僕はその内容知らんかって奥さんがええって言ってるんで、あちょっと確かめてみますって聞いて、で奥さんからその話を聞いてもう涙出そうなんてことないのにって言って、冤罪も離
つと親父のアイアンかって言って奥さんに説明したら、いやそんなことやと思った、私はまさか自分の子にそんなことをする子やとは思ってないと、あなたはすごい別れても父親らしいことを頑張ってやってくれてるって、で息子が勘違いするのはまだ子供やからええけど、大人の子先生も全員外国人の方なんでそれとか厳しいねんけど、それにしてもまずそういうとこ疑うかと、大人やねんからそれはなんか誤解があったんやろって言うて、そこあなたはそれ頑張ってあなたを疑うのがすごいショックや、おかしいって、あの呼び出し何か学校終わるまで来てくださいって言われてるって、でも僕が説明したらそうやんなって電話するわって言って、でもちょうど俺もおるからまだ東京に帰ってないから、そうやったら一行直接会って、でどんな先生かも一応僕もお手なんで挨拶しときたいからって言って、で車の中でもやっぱ奥さんは怒ってるわけですよ、もうそう、あの子供はええねん、それはもう誤解あるかもしれんし、僕ほんで集中したらすごい鼻息荒くなるんで、夜中にお父さんが鼻息荒くてってそんなもん怖かったんやろと、で子供も頑張って寝たふりすんのもってな、また泣けそうになってきてほんでいざそこで幼稚園に着いて、ほんで先生がまだ授業中なんですけど、そこの校長先生すごい白人のおじいさんみたいな外国人の方と、であの担任の方も預けて抜けてきてくれて、ほんで「メンサーいつもお世話になってます」って言って、であの先生が、まあ、日本語喋れるんですけど、あのこうこうこうで何々君がこう言ったんですけどって言って、でもうちの奥さんは、まあ、僕が多分最初に説明してから奥さんの出番やったんですけど、奥さんはこうそのうちの人はそんな人じゃないっていうのを言いたいから、僕が説明する前にお子さんがこんなんやっておちんちん触られたって言ってるんですけどって言った時に、いやこの人ね、今まで別れたんですけどすごい父親らしいことやってくれました、それやのにショックですって言ったんですよ、でそのあの誤解なんか抜けてるんだよ、すごい頑張ってくれてたのにショックですみたいな聞こえんちゃうかなってた、そのすごいおじいさんみたいな校長先生が目つぶりならこううなずいてたんですよでもそこちゃんと説明して終わったんですけど、これ誰も悪くないでしょでも悪くないけどもすごい切ないですよ、いまだに泣けてくるんですよ、いまだに泣けてくる、息子のこと思うとね、何も悪くないですよ、何にも悪くないですよ、悪い人の裏元と正反対だもん、いいよ、そうだったな、話ですね。